どうかな。声はどうでしょうか。声はどうですか。声はこれは打てばいいのかな。このこんばんは聞こえてるのかな。時間差。こんばんは。聞こえてるかな。聞こえてないかな。あ、声も、大丈夫。あ、ありがとうございます。後ろシティの話、こんばんは。後ろシティ金子です。後ろシティが365日お送りしてますユーストリーム、今日は5月の7日の木曜日です。毎週木曜日は金子が一人でお送りしております。ということで、今日は、僕一人です。ありがとうございます。ようやく一人でやるのにも慣れてまいりました。バッチリ聞こえてます。ありがとうございます。はい。さっき門座から、さっきまで門座にいまして、帰ってきて、今です。あれ？声はバッチリです。映像はありません。ああ、もしかしたら iPhone で撮ってるからダメなのかな？もしかしたらダメな人もいるかもしれないです。はい。すいません。直せるのかもしれないですけど、ちょっとわからないのと、あと見えてる人もいるっぽいので、ちょっとこのまま行っちゃいます。はい。ありがとうございます。今日はですね、今、東京はちょっと今外雨降ってるんですけど、昼間は結構、天気良くてですね、朝から、生放送、日本テレビ、ポン、行ってきまいりまして、今日はね、ポンは、今日はというか、昨日、ロケに行かせていただいて、昨日はね、女優の夏菜さんと、俳優の三浦貴大さん、主演の、監禁探偵という映画のですね、試写会の舞台挨拶前に、インタビューさせてもらいまして、16日でした。ごめんなさい、今日16日でした。16日の木曜日の放送です。はい。それで行ってきてね、すっごいね、二人ともね、いい人でね、夏菜さんは、そのバラエティとか、そのドラマとかでも見てたんで、あ、結構話しやすそうだなと思ってたんですけど、三浦くんが、すごい、いい人でね、リポビタンデーのね、今、ケイン小杉さんと一緒にやってる、三浦くん。すごい先に映画を見て行ったんで、映画をもらって見て行ったんで、どんな感じの人なんだろう、なんかあんまり、なんだろう、俳優さんだし、あんまり喋んないのかなと思って、感じだったんですけど、行ったら、すっごいね、なんか気さくでね、ロケ前もちょっと喋ってたんですけど、すごい、なんか、なんだろうな、いいやつ？いいやつって言うと変。うん。でも、すごいいい人だったです。で、夏菜さんもすごいね、なんか、うん。楽しんでくれて、うん。こちらもすごく楽しかったです。映画ね、面白そうなんですよ、本当に。面白そうというか、僕見たんですけど、なんだろう。結構不思議な感じ？うん。でもなんか僕あんま映画のこともあんま演技のこともわかんないですけど、なんかその二人の、主演の二人の、なんていうんですかね、魅力で、すごく、
引きつけられる映画だったと思います。はい。なので、ぜひ皆さん、公開されましたら見に行ってください。で、ポン終わりでですね、今日は今月30日にやる、ラブレターズとのトークライブ、定期的にやってるんですが、血塗られた放課後の仲良しクラブというトークライブを都内でやってまして、毎回いろいろ会場を変えてやってるんですが、今回7回目かな。もう2年目ぐらいかな。2年、3年目になってるのかな。最初は2ヶ月に1回ぐらいのペースでやってて、それがね、最近ちょっとなかなかお互いにありがたいことに忙しかったりで、ちょっと飽き飽きになってたんですけど、そのトークライブの、ね、ちょっとロケとかも行ったり、だ今回はちょっと VTR があったりします。すごい楽しい。すごいね、面白い VTR になってると思うので、ぜひ来られる方はですね、そちらもお楽しみにということで。それやって、でね、帰りにね、打ち合わせがあったので、新宿に行って、ほいで打ち合わせして、明日のライブなんですよ、後ろシティのライブという、すごいシンプルな、なんかタイトルのライブなんですけど、新ネタ2本と、まあいろんなコーナーをご用意してお待ちしております。その新ネタとかを作ってたりですね、して、んで、さっき帰ってきました。夕方から雨降るみたいな情報を、今までね、知らなかったんですよ。夕方から雨降る、夕方から雨降るを知らないといけないか。天気予報をさ、あんま見なくてね、ほいで、トークライブ今回8回目じゃなかったかな。あ、ごめんなさい、全然。8回目かもしれないです。夕方から雨が降るみたいなことあんま気にしてなかったんですけど、今日というか最近はポンをやらせてもらってるおかげで、ポンの途中でね、お天気の週間予報とかね、のコーナーがあるので、見て、あ、今日この後雨降るんだとかを、その時点で知れるようになったっていうのがすごくでかくて、今日だからみんなでその集合した時に、みんな雨降るなんて知らないんですよ。で、僕は知ってて、で、今日実は夕方から雨降るんだよ、みたいなことを言えたというのが、すごくなんか、人として、あいつらよりも、一つ上のステップに上がった感じがすごいする。なんかね、でもね、傘、結局出るとき、ポンの収録のまま一日動いてたから、朝さ、ポンに行くまではその、天気予報チェックしてないから、結局傘は持ってなくてちょっと濡れたんだけど、でも知ってたということがやっぱりすごいでかいよね。なんだろう。普通に友達とかだったんですよ。明日、雨なんだよね、やだね、みたいな話をできるやつってやっぱちょっと、すごいなぁと思ってて、ちゃんと見てんだっていう。だから最近それをね、ポンで、ちゃんと見てるから、すごい最近は成長したかもしれないです。ニュースもちょっと見てるし。はい。あ、明日東京行くからライブ行きたい。ありがとうございます。ぜひ、来ていただけたら。チケットがないのかな？当日券とかちょっとわからないんですけども。はい。あ、木曜日だけですねって言われましたけど、週間予報が出るからね。なんか大体、あ、この辺は雨降るのかなとか、そういうのはチェックできてるんですよ。あ、こんばんは、遅れた。どうも。まあ、さっき始まったばっかりです。今日の出来事をちょっと喋ってたぐらいですね。後ろのやつ、靴下ですが、めっちゃたくさんある。あ、ほんとだ、めっちゃたくさん写そうかな。靴下とかなんか多分、置いてありますね。黒い靴下。鍋ちゃんかな。サッカーの鍋ちゃんの靴下かもしれないです。みんな黒を好むな。カーテンに靴下干してます。カーテンレールのところね、干してんのかな、これ。洗濯干すのね、隣に、ね、もう一部屋あるんですよ、狭い部屋は。そこにね、みんな干してんだけど。天気を知ってる友達は一緒にいると楽。
そうだよね。だってあと事前に傘を買うっていうね、なんかそのシンプルな努力ができればよかったんですけど、なんだろう、今日夕方から雨なんだよって言った時点でちょっと自分の中で終わってしまうというか、俺は知ってたってことは終わってるじゃないですか、そのアピールタイムは。だからなんかその後もういいやってなっちゃった。あ、21日 NGK 楽しみにしてます。ありがとうございます。大阪の方ですかね。来週の21日火曜日かなは、ナンバーグランド花月に遊びに行かせて、遊びにじゃないか。仕事に行かせていただきます。はい。金子さん野球情報もちょいちょいチェックしてますもんね。はい。ちゃんとチェックしてます。なんかね、最近、なんだろう。なんだろうな、知識欲みたいなのがちょっとあるので、結構ね、ちゃんと調べてるんです。まだ引っ越しないんですか。ちょっとね、多分、待つに引っ越そうと思ったんですけど、ちょっと、空きがないので、ちょっと6月に入ってからっぽいですね。6月に入って、ちょっと余裕できたら引っ越そうかなと思うんですけど、ちょっとなかなか、お休みとかがないというか、時間がないので。靴下まで凝ってる人はおしゃれってよく言います。僕は結構、柄物とか派手な靴下が好きでよく履くんですけど、この間、しずるの村上に言われたのは、なんかもう俺ぐらいになると、真っ白の靴下で逆に外すみたいなことをするよね、みたいな。まだ金子はそこの段階には来てないよね、みたいなことを言われて無視しました。はい。iPhone が見れない。そっか。前もよくあったよね、iPhone でやったとき。iPhone で見れないみたいな人いるんですよね。兵庫の方です。NGK 学校から近くてよかった。へぇ。兵庫、なんか、こっち住んでたら兵庫って神戸あるとこだよね。と、大阪と京都と奈良の、なんか距離感があんまわかんないんだよな。なんか松竹の大阪の芸人も京都住んでたり、なんだろう。じゃ、ピーマンズスタンダードの吉田さんとか兵庫出身だったり、でも近かったりするんだろうな。あ、ファンポップのナチュラルラージュ食べながら見てます。めっちゃ美味しいですね。教えてくれてありがとうございます。あ、ぜひ皆さんも食べてください。今もこの下にあります。ファンポップナチュラルラージュということは、こっちですね。こっちかな。塩味の方。はい、ぜひ。この時間はあんま食べない方がいいかもしれないですが。来週のトークライブ楽しみです。来週のトークライブは、裁縫男子と料理男子。後ろシティのトークライブです。だけの。そちらもですね、ぜひ、見に来ていただければ。前回かな？前回は、確かね、多分前回だと思うんですけど、阿佐ヶ谷ロフトという会場でやらせてもらってるんですけど、ユーストリームもそのままそこから配信させていただいたんですよ。今回はちょっとそういう感じじゃないんですけど、ちょっといろいろ楽しい感じになると思うので、ぜひ楽しみにしててください。金子さんの服のボーダーカラフル。いろんな色ある。今日って木曜なのになんかすごい街に人いた気がするな、なんか帰り、駅から帰るとき。なんか、なんだろう。飲み会みたいな感じ？なんかすっごい、なんか、みんないっぱいいたな。なんだろう、明日休みとかじゃないのにな。で、あ、そうだ、明日のライブは、なんだろう、毎月はちょっと難しいかもしれないんですけど、ちょっと定期的にやるライブなので、ぜひ、最近あんまり新ネタをやってない、後ろシティですが、新ネタをやりますので、ぜひ、
これからもですね、遊びに来ていただけたらと思います。うん、次はいつなんだろうな。来月はね、できないんですよ。6月がないので、その、またちょっと先になるかもしれないんですけど。はい。なんか上から覗かれてる感じしては、ずい。どういうことだ。NGK の日は出張配信ですか？どうなんですかね？多分日帰りなのだと思うんですけど、まあそっか、終わって帰ってきたら新幹線の中とかだとできないもんな。こっち戻ってきてから遅くなるのかもしれないですけど、どうなんでしょう。まだわかんないんですけど、その日多分、アスワが、ツイッターで告知とかすると思うので、そちらをちょっとチェックしていただけたらと思います。ユースト覚えてる。確かあの時ゴッホさんが発出して、あ、そう、ゴッホにね、毎回その時スクリーンとか使ってるんで、プロジェクターとかを操ってもらってるんですよ。今日もゴッホに会ってましたけど。眠いですか？ちょっとだけ眠いですね。今ちょっと風邪をひいてて薬を飲んでるからちょっと眠いです。あ、DVD のジャケットと特典発表になりましたね。予約しました。あ、そうなんですね。ありがとうございます。7月に DVD を出すんです。前回の単独ライブ、アメリカンショートヘアの、DVD が出るんですけど、その、ね、特典とかもこの間撮ってたり、写真とかも撮影してたりしてたので、それがもう発表、早いな、そういうの。あ、キングオブコント2013への意気込みの記事見ました。あ、それね、それも早いな、この間書いたばっか、パレードしてください。なんかパレードって書いてありましたね、優勝したら。僕ちょっと質問の意図間違って書いて、採用されなかったです。なんか優勝公約みたいなのでしょう、多分書いてあったんですけど、僕優勝できなかった時の公約かと思って、なんかちょっと違うこと書いちゃったんだよな。なんか、ライブ行ってみたい。ああ、ぜひ、その日休みに来てください。DVD 予約しなきゃ。ありがたいな。DVD ね、ほんと見てほしいですね、いろんな人に。私、21日、22日、東京研修でもしかしたら、早いな。ちょっと鼻声になりました。はい、そうです。今回のトークライブもゴッホさんいらっしゃるんですか？ああ、今回どうなんでしょう、わかんないです。どうなんですかね。来るのかも、わかんないですね。ポンのインタビュー、コナンの服じゃなくて私服になっちゃう。そうなんですよ、最初なんか探偵みたいな感じでやってたんですけど、なんか、事件なんか起きてないんじゃないかみたいな説があって、それでやめました。はい。なんか、最近はだから、結構私服で行ってます。iPhone 見れない。はい。なんでなんだろう、これ。なんでなんだろうね。iPhone で放送して iPhone で見れない。変な感じするね。なんか、何？なんだろう。ビデオ録画したけど再生できないみたいな感じする。優勝できなかった時の罰ゲーム書いたんですか？ああ、罰ゲームというかね、なんだろう。まあ別に、多分、まあ言っていいと思うんですけど、優勝できなかったら TBS の壁掃除をするっていうのを書いたんですけど、なんか、採用されなかったです。はい。アメリカ、アメショ、アメショってアメリカンショートヘアのことかな。アメショ DVD。そう、この間、あんま時間ないのか、ちょっと、ずっと編集していただいてて、で、行けるタイミングでちょこっとだけ立ち会わせてもらったんですけど、なんか、
ライブを撮ったのが、まあ、カフェと喫茶店もそうなんですけど、カズダでやってるんですけど、なんか変な感じ？あんま自分たちがライブやってるとこ見ないからな。いろんな角度からなんか撮っていただいてて。うん。どうなんでしょう。ぜひまだちょっと先ですけど、楽しんでいただけたらと思います。今日はももクロもユーストリームやってますよ。へぇー。ももいろクローバー Z。もうユーストリームやってんだ。へぇー。31日のカズさんのライブも、あ、31日新生塾かな？カズ新生塾かな？うん。iPhone 見にくいから学校から毎日 PC 持ち帰ってます。パソコン。へぇー、大変。パソコンをさ、サラリーマンの人とか持ち歩いてるでしょ。むっちゃ大変だよね。なんかって、さ、僕なんか基本リュックだけとか、リュックと、あとなんか、紙袋のなんか、着替えとか入れて、移動してるんですけど、それでももう、ちょっとめんどくさいなと思うのに、パソコン持ち歩くのとか、もうむっちゃしんどいな。雨の日とか、むっちゃ、嫌じゃんね。だって濡れたらあれだし。落っことしても嫌だし、なくしても嫌だし。あ、DVD 絶対、絶対、絶対、絶対。1、2、3。あ、我々の DVD 買ったことないけど買ってみようかな。ああ、もうレンタルでも全然あれなんですけど、はい、見ていただければ。もうね、ちょっと買うの怖かったらレンタルでも全然いいんですが、見ていただければと思います。ももクロは24時間の生放送で今4万人が見てます。うわー、すごっ。4万、いつも何人とか遊べてるやつでしょ。4万人すっげえな。24時間すっげえ、24時間テレビをユーストリームでやってるもんだ。すっげえなー。21の NGK、あ、コントやります、はい。へえ、すっげえなー。へえ、だって俺たちだったら24時間カズダの超高生にいるってことだもんな。すっげえなー。今何時間目ぐらいなんだろう。へえ。あ、ユーストリームがももクロデザインになってるんで、金子さんの周りがピンク色ですよ。あ、そうなんだ、今。僕今 iPhone しか、なくて、普段ね、作家の声いるときはパソコンで、どういう風に放送されてるかも多分見えるんですけど、今日は一人だから、どんな感じになってるかわからないんですけど。うん。これから1日から3日おきにライブあるんですね。風を大事に。あー。そっかそっか。そうなのか。ライブね、なんか確かにちょっと最近減った説みたいなのがあったんですけど、そんなこともなく多分ちょこちょこ出てるんですよね、多分。うん。そうだ。この間バチバチできてる、なんかアスバが、俺が主役だ、みたいなこと言ってた回だったんですけど、フジテレビ系列の方も見ていただいた今週分なんですけど、思い出しました。見て思い出しました。あ、このことかと。なんか何だったかなと思って、もういろいろ撮ってるから、あ、これかと思って、うん、あれ楽しかったですよ。場所、あんな場所って行けないからね普通。そう、ちょっとまあ全体的にちょっと放送がまだのところもあるので、あんまり言えないですけど。
これですってなんだ。これですってなんだ。トランクスめっちゃ干してあ、トランクパンツも干してるのか。本当だ。なんか派手なパンツか。トランクスってなんか大人になったらもう履かないイメージあるけどな。うん。エレキライザーね。まあ見てなかったら何のこっちゃと思うと思うんですけど、エレキライザーというのがあるので、ぜひ、見てください。うん。うん。うん。なんだっけかな。あれ、また忘れちゃったね、言うこと。なんかいつも忘れられるな、言うこと。どこに金子さんいるのか分かんなかったです。そうですね。ちょこちょこいろんなとこにいるんですけどね。はい。すごいね、なんか、まあ、見てない方はちょっとはっきりわかんないと思うんですけど、そのロケ場所、ロケコントなんですけど、ロケ場所がね、すっごい見晴らしよくて、なんだろう、山奥だったので、なんか撮ってないメンバーは、なんか時間合間に、東京からね、ロケバスでブーンって行く前にね、ディレクターさんが、なんかお菓子買おうぜみたいな。バスで遠くまで行くしみたいな。で、お菓子いっぱい買ってって、で、合間になんか食べてたの。その、天気いいし、外に座ってみんなでお菓子食べてて。で、むっちゃ美味しく感じて、お菓子が。あんま、そんな普段、そんなお菓子いっぱい食べないですけど、なんっけ、スコーンとか、スコーンだっけ？お菓子。ポテトチップスじゃないけど、なんか。あと、ポテトチップスとか、ね、なんか、しょっぱい系がすごい美味しく感じて、みんなで。で、うめえって言って食ってて。で、デニスのゆきおちゃんがね、休憩中に、ゆきおちゃんがちょっと休憩いっぱいあったのかな。ほいで、お菓子持って、僕らちょっと食べてて、で、あと、しょっぱいのをもうちょっと食べたいみたいな。甘いのは結構あったんだけど、しょっぱいの食べたいねみたいに言ってて、で、プリングルスか。プリングルスが1個残ってて、で、これ食べようっていうとこで収録再開して、あーって言って、取っとこうって言って、終わって戻ってきたら、ゆきおちゃんがもう食べてて、プリングルス。なんかそれで結構揉めたのがありましたね。あの時。この前エンパレに移り込んでました。エンパレに？あれ？見てなかったな。撮ってあるかな？なんだろう。うん、ピクニックみたいでね、すごい楽しかったです。うん。なんか喋んなきゃいけなかったんだけどな、忘れちゃったな。ちょっと待ってね。スパムーチョの梅味は神ですよ。へぇ、じゃがりこのやつ食べたな。なんかね、あんま、普段あんま食べないんですけど、劇場だと、梅小鉢、の二人がすごいお菓子好きでいつも買ってて、なんか新商品とか出ると買ってきて、で、もらって食べるんで、なんか、うん、あれ食べた気がする。じゃがりこの梅味みたいなの食べた気がするの。すごい美味しかった。
うん。うん。え、これ何？ウシルシティのハナシティ、キングオブコント2012ファイナリストのウシルシティが、なるべくさんの、なんだこれ。宣伝してくれてる誰か。ありがとうございます、誰か。アバレル君が出てきて黄色い声が飛んだってやつ電波で出てました。なんだ？なんだ？アバレル君の？なんだろう？アバレル君もそういう電波でよく出てるもんね。なんだろう？なんか出たのかな？梅干しは大丈夫な、梅干しすごい好きですよ。実家の時、いつも朝ごはん食べてた。実家でつけてたもんな。なんだろ、梅干し苦手そうなのかな。最近ね、なんか辛いのとかもね、結構食べるようになって、なんだろう、やっと美味しさ分かってきた気がします。なんだっけ、韓国料理の、ユッケジャンとかもね、むっちゃ辛いけど、うん、食べれるようになった。美味しいと思います。これは何だったかな？何で言ったんだっけかな？あれ？すっごい辛いの食べたんですよ。何だったかな？何だっけあれ？麻婆豆腐のむっちゃ辛いやつ。チンマーヤ？チンマーヤ？っていうお店？違ったらごめんなさい。チンマーヤかな？むっちゃ辛かったけど、むっちゃ美味しかったでしょ。うん。チンマーヤ、多分。あ、なるほど。エンパレー、何で映った？ヤングライオン杯っていうライブの映像が少し映った。ああ、そうなんだ。あ、あの時カメラ入ってんの？うわ、知らなかったな。あ、梅酒がダメって言ったから、梅がダメってことか。そうか、なるほど。梅酒はね、ちょっと前も言ったんですけど、子供の頃ね、なんか梅酒の梅を食べさせられて、体中真っ赤になって、それからトラウマになってて、いまだにね、なんか飲むと多分吐きそうな感じになるので、飲めないんですよね。なんか、好きですよね。誰好きだったかな？梅酒むっちゃ好きな人。さらばの東口とか、むっちゃ好きだったな、なんか。あいつすごい梅酒をね、ずっと飲むんですよ。一緒に行ったら。うん。あとね、作家のヒロちゃんも梅酒すっごい好きですね。お酒、なんかそんな多分強くはないんだけど、梅酒はなんかずっと飲めるみたいなので、酔っ払うとすっごいんですよ、ひろちゃんは。うん。なんだろう、なんかね、作家の渡辺くんと広川くんっていうのがいるんですけど、二人ともね、酔っ払ったりするとちょっと、俺が主役だというか、うん。多分作家さんって普段はライブとかの時はね、僕らが出てるからちょっと一歩引いてくれてるんだと思うんですけど、その、たまりたまった反動で、梅酒で解放されるというか、すごくなんかね、打ち上げの時とかもね、ぐーいってくるんですよ。で、この間、あれは相当話してもいいか。
あ、そうだ、あのコーヒールンバの単独ライブが終わったっていう時にあの話したんですけど、僕らの単独ライブこの間のが終わった打ち上げの時も、もうヒロちゃんがもうずっと喋るみたいな、うん、感じでしたね。お酒はあまり飲まない。僕は全然飲まないですね。うん。ヒロちゃんとかも多分打ち上げとかじゃないと飲まないんじゃないのかな。うん。あ、花見の時やりましたね。あの、ユーストリーム花見の時やったんですけど、ヒロちゃんはお酒飲んで全然平気で。僕はもうちょっとすごいデロデロになってしまったんですけど。うん、よく旅館で出てくる食前の梅酒。ええー、そんなの出てくるんだ。旅館で食前酒って言うもんな。何なんだろう。あ、すごい。前言ったんですけど、ここで。この間大阪のインディアンカレー食べたけど、辛すぎて。気絶。でも美味しかった。あの、インディアンカレー、前言ったんですけど、あ、そっか、行きたくなってきたな、大阪 NGK 行った時、行きたいな。そうだ。うわ、すげえ、広川さん、夜桜の配信の時、梅酒飲んでたような。すっごいの、みんなよく覚えてんな。すごいな。なんで覚えてんの？これ、ユーストリーム365日やって、その365日の中からクイズ出して正解できる人とかいるのかな？すごいな。でも、問題出す、問題覚えてないな。酔うと変わる。最高。うん。そうですね。ちょっと、でも、普段もすごい喋るは喋るんですけど、お酒飲むともう、なんだろう。うん。聞くより喋る、うん、感じかもしれないです。普段からあんまり話聞かないですけど、うん、普段より聞かなくなる。カモメンタルさんの単独のポスターが決まった。なんだ、どういうことだ。金子の私物、何か紹介。私物なんだろう。私物？全部俺のもんだよな、ここにあるのは。なんだろう、私物。カバンなんか入ってるかな。ちょっと待ってください、なんか見せましょうか。大したもんないっすけどね。はい、ネタ帳。今日書いてたネタ帳、うん、中は見せない、中は見せない。なんだろう、普段持ち歩いてるものとかもいいか。はい、コント用のサングラス、コント用のサングラスです。これはいつも持ち歩いてます。なんか、急にやるときとかに。あと何ですか？なんだろう。着替えと。なんだろう。あ、水。水も持ってます。あ、すげえ。イクラパーカーちゃんの回。イクラパーカーってなんだっけ？あ、ゆるキャラ決めた時のやつか。うん。ネタ帳が桃黒カラー。桃黒カラーっていうのは桃色のことなんだね。そりゃそうか。桃色だもんね。桃色クローバー Z だもんな。うん。なんか面白いもあるかな。
そういえば最近ね、また将棋をちょっとやってるんですよ。ね、将棋やってるって話したかな。こういう将棋盤、二つ折りの、広げたら、一面になるやつ。お、やってます。先生役の時のグラス。あー、そうですね。先生の役とかやるときよくかけてますね。もう何代目かわかんないぐらい。ケースとかに入れないから、100均とか1000円とかで買ってるので、適当に扱ってて、すぐダメになっちゃうんですよ。で、今はちょっと緑っぽい黒色みたいなやつ使ってるんですけど、本当はね、初期って言っても皆さんわかんないと思いますけど、薄い茶色みたいなのがいっちゃいいんですよ。気持ち入るというか、薄い茶色で、目は透けるぐらい。濃い茶色だと目が透けなくて、なんか、ちょっとね、どんな表情してるかわかんなくなっちゃう。くて、使いにくいんですけど。うん。だから、結構ね、これは色が結構デリケートで、あんまりちょうどいいやつ売ってないんですよ。でね、今のは多分1000円とかで買ったやつなんですけど、なんかあるじゃないですか、メガネ屋さんの前とかで、いっぱい、なんか、かかってるサングラスの中から、これかなっていうのを選んだんですけど、今まで使ったその薄い茶色のいいやつほど、100均なんですよ。100円均一に、たまたまあったやつ。あの安っぽさがね、なかなかないんですよ。で、なんでなかなかないかと思ったら、やっぱ、あんまし売れないからと思うんですよね。なんでこいつこれ買ったんだろうみたいな、やっぱ顔されますし。うん。映像見たいよ。うん、そう、だからね、暇あったら、知らない駅とかで時間あって100円均一とか見つけたら、とりあえず入ってみますもんね。ないかなと思って。うん。なかなか見つからない。うん。まあ今のは今ので別にお気に入りですけど。あんまりね、なんか、やっぱ薄い方がね、なんかいいんですよね。うん。なんか、僕ね、学ランとかあんまサイズとかこだわりないんですけど、でっかくてもちっちゃくてもなんでもいいんですけど、あのメガネに関してはね、なんかすごいね、昔遊びに怒られて、濃すぎるとか。それからね、なんか気にするようにしてるんですよ。あ、私も将棋覚えたいとかそういう人がいらっしゃる。何から取っかかればいいでしょうか。でもね、漫画がいいですよ。女の子だったら、3月のライオンっていう漫画が、蜂蜜とクローバー書いてた海野千佳先生の、今やってるの、3月のライオンっていう将棋の漫画があって、その中でね、出てくる登場人物が、なんか将棋をちっちゃい女の子に教えるみたいなシーンがあって、その時に、なんか猫の絵でなんか表してるんですけど、それがすごいわかりやすいっぽかったです。うん。なんか覚えたら多分楽しいと思います。だってプロもあって女の人いるし、女流棋士。うん。ぜひ皆さんも覚えてね、やったりしてください。すごい楽しいです。本当、なんだろう。将棋を、これ言ったな。これ言って。私は、なんだこれ。なんとかの回が好きです。覚えてないな。名前をつけるやつだ。ね。多分、そういうことでね、この変な名前は。うん。そっか。すげえなぁ。よく覚えてんなぁ。
あ、この間アメトークで将棋やってましたね。うん。あ、すごい。この前オフロスキーをテレビで見て、将棋の先生。そうです、そうです。NHK でね、オフロスキーやってる小林健作さんが僕たちの将棋の師匠です。はい。うん。あ、3月のライオンずっと読んでる。うん。あるでしょ、あのシーン。なんか、太っちょの人がなんか教えてくれるところ。最近のおすすめ漫画。ね、3月のライオンと、ね、ありますよ。ミックス。ミックス。っていうね、あの、足立みつる、これも言ったかな？足立みつるさんの、あんま言うとあれなんですけどね。まあ、読んで、あ、でも知らなかったらあれかな。タッチの、タッチっていう漫画あるでしょ？あの双子の。なんか、あの学校を舞台に何年か後の話みたいなやつなんですけど、それがすごい、タッチを知ってるから多分面白いのかもしれないですけど。うん。あとなんだろうな、漫画。漫画はね、何面白かったかな。なんかあったな、漫画。なんだっけ、ちょっと待ってください。漫画は、今あんまり探せなかったけど、これね、ミックス、足立みつる、うん、パソコン将棋部に入ってみたらみんな将棋のルール知らなくていつの間にかドミノ部になった。そんなことあんだ。ミックスと、あと、まあ、もう、これはもう、今更何度も言ってますけど、スラムダンク。これね。これなんだ、13巻？あー、13巻ね。13巻ってことは、あー、すごいいいとこですね。かっこいいところです。あの、仙道が。うん。あ、すごい。名声の続きもの、ミックスね。そう。ぜひ読んでください。すごい読んでた人とか、タッチ読んでた人とかは、多分、ほわってなりますよ、ほんと。進撃の巨人。あ、進撃の巨人ね。ちょこっと読んでみました。なんか難しかったです。なんか。難しかったけど、でも、なんかすごい人気あるんですよね。君に届けね。うん。何度も言ってますけど、カフェと喫茶店っていう DVD に入ってる、太陽っていうネタは、君に届けから、いただきました。アイディアを。スラムダンクも読んでください。本当にね、スラムダンクは、すごいいいんですよ。これも言ったかな？弱小高校が、なんか、勝ち上がる。努力で勝ち上がる、名門校を倒すみたいな感じなんですけど、なんだろう。むっちゃみんな才能あるんですよ、主人公の高校が。努力もしてるんですけど、才能がむっちゃ強いっていうのがなんか珍しい感じ。
なのかな。珍しくもないのかな。でもね、なんかその感じがすごい面白い。うん。スポーツ系の漫画、そうですね、スポーツ系の漫画が好きかもしれないです。H2 とか。で、足立みつるがすごいんですよ。なんか、すごいね、なんか、いいんですよ。ラブコメとか、むっちゃいいんですよ。うん。漫画全然読まない。ああ、漫画全然読まないって人もいるんだ。でもそうだよね、読まない人は読まないもんね。小説とか読むのかな、そしたら。小説も面白いのいっぱいありますもんね。最近全然読んでないんですけど、何が面白かったかな。あれとか、でも多分ね、すごい、何、ベストセラーみたいになってるやつは、やっぱ全部面白いんですよね。なんかその、売れてる理由があるというか。むっちゃ前のですけど、あれ、何でしたっけ、夜歩くやつ。何っけ。なんか夜歩くみたいな本、面白いんですよね。昨日何食べたっていう漫画があるんですか。そうだな、漫画読みたいな。なんかおすすめのあったらぜひ教えてください。なんか少女漫画はちょっと買いにくいのであれなんですけど、なんか少年漫画とかでも。あ、これ聞いたことあるな。黒子のバスケ、ジャンプでやってんだよね。面白いんだ。私はあの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないという漫画。なんかこちら葛飾区パターンですね。足立みつるのラフの終わり方めっちゃ良くないですか。僕ラフ読んでなくて、でも橋本くんという作家がいるんですけど、空間むっちゃいいって言ってました。そうなんだ、見てみたいな。ラフがむっちゃいいって言ってた。僕はでも H2 が一番良かったと思うんですけど、H2 はね、でも本当一回ちょっとね、読んでほしいですね。そのすごいいいです、本当に。ダイヤの A 好き。あえて、弱小高校じゃなくて、あえての強豪校。いいよね、その感じ。あ、すごい、夜のピクニック。夜のピクニックだ。すっげえ。ありがとうございます。夜のピクニックは面白かったです。ちょっと前のやつですけど。あ、これ聞いたことある。戦闘兄さんでいいのかな。戦闘兄さん面白いらしいですね。ハイキューってバレエ漫画面白い。バレエの漫画なんてあるんだ、へえ。夏目友人帳かな、もう面白い。なんか読んでみよう。こん中の始まった時よりすごいね。ああ、そっか。そうですね。もう50分くらい経ちますもんね。50分前よりは眠いと思います。さすがに。ランマが好き。ランマ面白いですよね。ランマの仕組みってすごいですよね。だって、なんだっけ、どっちだっけ、水に濡れると女の子？お湯に入ると男の子だっけ？ってすごいよな、その、何そのシステムと思うもんね。すごいよね。漫画家さんのアイディアってすごいよね。やっぱり。あ、暗殺教室面白いですよね。僕も読みました。
単行本の一巻だけ借りて読みました。面白かったです。H2 はね、そう、光が思わせぶりというか、はるかちゃんがね、すごいんですよ。うん。うん、昨日何食べたわ。ゲイカップル。ゲイカップル。あ、もう、なくなっちゃった。あ、弱虫ペダル読んでみたいと。村井が舞台やってるやつね。うん、村井、そういえば、ちょうど今日メールもらって、ポン終わりで、ポン、びっくりマークっていうだけのメールが来てました。そうだね、村井やってたね。弱虫ペダル、大サーカスの団長も自転車すごい好きだから、読んでるって言ってた気がするな。なんだ、絶縁かな、絶縁のテンペ、ん？あ、映画化する。なんか、そうやね、漫画が映画化されて、漫画知らないで映画がすごい話題になってるなぁと思って、これ実は漫画原作ですよ、パターンが今多い気がするなぁ。うん。なんか、昔はさ、ベストセラーの小説が原作とかよく聞いたけど、今漫画原作の方がちょっと多い気するもんなぁ。今日ポンで取材した監禁探偵も、あれ原作は、なんだろう、小説、漫画かな？漫画も出てるんですよ、多分。漫画が出てるっても知ってて、小説も今なってるのかな？多分ね、漫画が出てるんですよ。監禁探偵っていう漫画。原作者の人と漫画描いてる人がいて。うん、あ、ランマの実写版は女ランマ役が夏菜さん。あ、そうだったんだ。へぇー。見てなかったなぁ。今度見てみよう。うん。タッチの南ちゃんを思い出そうとすると、なぜか尼子インターの人が頭をよぎる。すごいな。なんでだろう。なんで？BB ジョーカーっていうギャグ漫画が少女漫画だけど、少女漫画を超えている。少女漫画でギャグ漫画って俺、ちびまる子ちゃんぐらいしか知らなかったな。へぇ、ちょっとじゃあいろいろ僕も漫画、読んでみたいと思います。はい。皆さんいろいろおすすめしてくれてありがとうございます。さあ、明日はいよいよウシオシティのライブ、やりますし、夜は、ゴーオスカルもございますので、ぜひ、いろいろ見ていただけたらと思います。ユースリムもありますし、はい。そんなわけで今日はちょっとなんか、ちょっとダラダラやってしまいましたが、そんな感じの話でございました。また明日、お会いしましょう。おやすみなさい。バイバーイ。バイバイ。いろいろ漫画、ありがとうございます。ん？あかねちゃんが楽器。そうなんだ。見よう。